スティーブ・ダルシスは、ベルギー・リエージュ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス38位、ダブルス126位。身長178センチメートル、体重73キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。日本語表記では、スティーブ・ダルシー等も見られる。 テニスコーチである父の手ほどきで5歳からテニスを始め、2003年にプロに転校。2005年からデビスカップベルギー代表となった。2007年7月のオランダオープンでは予選から勝ち上がり、準決勝で当時13位のミハイル・ユージニーを4から6、6から0、7から5で破り、決勝に進出した。決勝では、ウェルナー・エシャワーを6から1、7から6で破り、 ツアー初優勝を果たした。この優勝により、世界ランキングを297位から146位に上げた。2007年全米オープンで予選を勝ち上がり4、大大会に初出場した。1回戦で、第10シードのトミーハースに7から6、5から7、3から6、4から6で敗れている。2007年の最終ランキングを86位とし、トップ100入りを果たした。 2008年2月の全米国際インドアテニス選手権で2度目のツアー決勝に進出した。ロビン・セーデリングに6から3、7から6で勝利し2勝目を挙げた。全仏オープンではオリビエ・ロクスと組んだダブルスでベスト8に進出している。7月のオランダオープンでは2年連続で決勝に進出した。決勝ではアルベルト・モンタニエスに6、1、5、7。 三六で敗れ連覇を逃した。八月の北京五輪でオリンピックに初出場し、一回戦でアテネ五輪金メダリストであるチリのニコラス・マスーに、四から六、五から七で敗れた。2011年全仏オープンでは一回戦で、第22シードのミカエル・ロドラを六から七、六から三、六から三、六から三、二回戦で、フィリップ・ペッシュナーを七から五、六から四 6から4で破り始めて4大,大大会の3回戦に進出した。3回戦で第9シードのガエルモンフィスに3から6、4から6、5から7で破れた。2012年7月のロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場した。1回戦で第6シードのトマーシュベルディハを6から4、6から4で破る主君を挙げた。3回戦でニコラス・アルマグロに5から7、 三から六で敗れた。2013年ウィンブルドン選手権ではシングルス一回戦でラファエル・ナダルを七から六、七から六、六から四で破る番狂わせを起こした。ナダルが四大大会の一回戦で敗退したのは初めてであった。しかし二回戦のルカシュクボットとの試合を右肩の負傷のため棄権した。デビスカップ2015では初戦のスイス戦でミヒャイル・ラマーに 準々決勝のカナダ戦では、フランク・ダンチェビッチとフィリップ・ベリオに勝利。準決勝のアルゼンチン戦では、第2戦で、レオナルド・マイエルに敗れるも、第5戦で、カルラス・ベル6に勝利し、ベルギーの決勝進出を決めた。決勝のイギリス戦ではダブルスに、ダビド・ゴファンと組んで出場するが、マレー兄弟に敗れ、初優勝はならなかった。 2017年全豪オープンでは1回戦で、地元オーストラリアのサムグロスに勝利し、全豪初勝利を挙げると2回戦で、ディエゴ・シュワルツマンを破り4大大会2度目の3回戦進出を果たした。3回戦では、アンドレアス・セッピに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2013年ウィンブルドン2回戦の不戦敗は通算成績に含まない。ありがとうございます。